浴衣祭り野外ステージ、姫路浴衣祭りは、姫路城の守護神である、お坂部神社の霊祭にちなむ夏祭り。兵庫県姫路市の初夏の風物詩で、毎年6月22日から24日に、姫路市中心部周辺で開催される。2006年から2009年までは22日から23日の2日間の短縮開催だった。 2020年は新型コロナウイルス感染症の流行のため中止となった。2013年以前は会場一帯に800点近いお店が出店し、その数は西日本一とも日本一ともいう規模であり、3日間で20万人以上の人出を数えていた。しかし、2013年に、 夜店の出店を取り仕切っていた兵庫県、新納商業共同組合と暴力団との不祥事が発覚し、組合が解散したため、2014年以降の出店は公募となり、出店規模が10分の1ほどに大きく縮小した。以前は単に、浴衣祭りといえば、姫路市のこの祭りのことを指していたが、現在では、日本全国、様々な場所で同じような、 浴衣祭りと称する祭りが増えてきており、これらと区別するために、姫路浴衣祭りと称するようになっている。期間中、浴衣着用で以下のような特典が受けられる。普段の大阪辺神社霊祭期間中の大阪辺神社、大阪辺神社は、千年以上前から、現在の姫路城のある姫山に陳樹神として祀られていた。しかし、安土桃山時代に、 黒田氏や橋場秀吉が姫山に本格的な城を築き、池田照正が現在の姫路城に改修してからは、城内にあるお阪部神社には武士以外は参拝できなくなっていた。江戸時代中期の教皇17年に、針馬姫路藩の第三代藩主、坂木原家宗家の八代当主となった坂木原正峰は、将軍、徳川義宗が出した。 剣約令を無視して、税を尽くし、奇抜な服装で、江戸城大手門を警備したり、江戸、吉原で派手に遊興にふけり、新吉原の三浦屋の名義、高尾太夫を1,800両で見受けするなど、写真を好んで、風流大名や公職大名として名を馳せた。高尾のために、豪勢な主演を開いた、際の費用は、3,000両を超えたと言われている。 これは、尾張藩主、徳川宗春の乱行同様、教法の改革に対する抵抗とみなされ、吉宗の怒りを買った。吉宗は、官方元年10月に、正宗に出布を命じ、その乱行を咎めた。吉宗自身は改役の考えさえあったようであるが、重心の尾崎富上門が懸命な弁明に努めた、ため、10月13日に正峰は吉宗より、 強制隠居の上で湿居を命じられ、家徳は、息子の坂木原清順に継ぐことが許されたものの、越後高田に懲罰的な天保を命じられた。天保前になりまさみねは、庶民も、気軽に、お阪部神社に参拝できるようにと、長源寺の境内に社を移し、下死の日であった、官方2年6月22日に千座祭を開催した。その千座祭に、 町人が式服を作る間がなく参加するのを躊躇していたところ、浴衣姿での参加を正峰が認めたことから、毎年霊祭に参拝する人がそれに習って、浴衣を着るようになったのが、浴衣祭りの起源であるとされる。それ以来、お阪部神社では6月22日が霊祭と定められた。しかし史実では、正峰は、その半年前に、 高田に転奉されているため、正峰を慕っていた領民が後付けしたという説がある。浴衣とは本来、下着と同様の扱いであり、そのまま外に出ることは、極めて、はしたない行為であったが、これ以降、日本において、夏祭りに浴衣を着る風習が広まっていったと、考えられている。姫路、浴衣祭り5年ぶりに3日間開催、姫路経済新聞、暴力団と、 関係と名を公開された兵庫露店組合、逆恨みで、朝日記者を脅迫、警察、一から出直せ姫路浴衣祭りを店主ら盛り上げ引く浴衣着用者に来店サービス姫路、浴衣祭り、露店縮小公募方式、場所も限定、兵庫姫路浴衣祭り、22日から、手作り完全面に。姫路浴衣祭り、規模縮小露店数700から82。 兵庫姫路浴衣祭り露店激減、10分の1、以下に組合解散露店数が大幅縮小姫路、浴衣祭り、風情戻るが、最多だった、露店、激減する祭り平成26年露天公募に、関する、お問い合わせお城からの手紙2011春ボリューム43。ありがとうございます。